金沢学院大学はこちらをご覧ください。ここでは2018年4月開設の教育学科について紹介されています。皆さんは2020年から小学校5年生、6年生で英語が必修化されることをご存知ですか？国語や算数、理科、社会などに加えて小学校でも英語の授業が強化化されるんです。そこでこの状況にいち早く対応していこうと、金沢学院大学では教育学科を開設し、2018年4月より小学校英語の指導力を重視した教員養成をスタートさせます。教育学科の特徴は、幼児教育から中学校教育までの子どもの発達を広い視野で学べること。これは小1プログラム、中1ギャップという社会問題に対応しているんですね。教育学科卒業時には小学校教諭一種免許を中心に、英語の中学校教諭一種、もしくは幼稚園教諭一種免許、また幼児教育に特化して学ぶ場合は保育士資格と幼稚園教諭一種免許を取得することができますよ。好きな英語を活かして教育分野で活躍したいと考えている方は、教育学科をチェックしてくださいね。金沢学院大学では、先生になりたいを全力で応援します。